アポマトックス方面作戦、アポマトックス方面作戦、アポマトックス方面作戦、A、アップマティックスキャンペーンは、南北戦争の1865年3月と4月に、バージニア州で行われた一連の戦闘である。南軍将軍ロバート・イーリーの北バージニア軍が、降伏し、南北戦争を実質的に終わらせることになった。 ユリシーズ・グラント中将指揮下の北軍は1864年6月以来、バージニア州、ピーターズバーグ市周辺でリー軍を包囲していた。両軍はその冬を念入りに構築したおよそ35マイルにもなる残豪で過ごしたが、これは後の第一次世界大戦での前例となった。冬の間、グラントは西方に少しずつ動き、南軍はそれに合わせて戦線を伸ばしていたが、 その厚みがなくなり、防御線の1マイルあたり、約1000名の兵士しか入せなかった。D は、自軍が、いつまでも包位に耐えていくことができないと理解し、春が来て、雨が少なくなり、地方道路が、再び通れるようになる頃にその球場から脱出する、道を探した。アポマトックス方面作戦の前の1865年3月25日に、 リッチモンド・ピータースバーグ方面作戦の最終戦闘であるステッドマントリでの戦いが不成功に終わった。この方位を破ろうという南軍の試みは大きな損失を生んだ。D は、クラントが間もなく南軍に唯一残っている供給船、サウスサイド鉄道に向けて動くであろうことを理解した。これを抑えられれば南軍の運命を決してしまう可能性があった。 リーはこの頃に全南軍の指揮官になった、南軍における彼の名声にもかかわらず、ほぼ3年間北バージニア軍のみの指揮官だった。リーの作戦は、ピーターズバーグを包囲する北軍から逃れ出て、南西方向に撤退し、リンチバーグで植えた兵士を養い、さらに南へ向かうことだった。そこで、ノースカロライナ州にいるジョセフ・ジョンストンの軍隊と、北バージニア軍が合流できれば、 ジョンストン軍を追撃しているウィリアム・シャーマン少将の北軍を打ち破り、続いて全軍でグラント軍を叩くために戻る可能性が生まれるはずだった。この脱出業のために自軍を右翼側に動かした。一方グラント軍には1864年のバレー方面作戦から戻ったフィリップ・シェリダガン少将の部隊が追加されていた。エドワード・オード少将のジェームズ軍も ピーターズバーグの戦線に到着し、このことで、ガバルは、ウォーレン少将とアンドリュー・エイハンフリーズ少将の軍団をリー軍に対する攻撃行動に出す余裕ができた。アポマトックス方面作戦では次の戦闘が行われた。シェリダンの騎兵隊とウォーレンの第二軍団がリー軍の右翼を包み込むことを期待して、ディンウィッティーコートハウスのさらに南西に動くことで、 国軍の攻勢を開始した。リーは、自軍の右翼に回り込む北軍の動きに合わせて、自軍を動かした。ウォーレンが、ホワイト奥道路沿いの南軍3号に攻撃をかけたが、ブッシュロット・ジョンソン少将部隊の反撃で一時的に、退された。シェリダンの騎兵隊が、コートハウスにいたり、リー軍の右翼に回り込もうと動いたが、WH 界、ルーニー、 リー少将の騎兵隊とジョージ・ピケットの不評隊に遮られた。この方面作戦の中でも、シ c ーを決する戦いとなり、ウォーレンとシェリダンが、南軍の供給線を守る重要な十字路から、ピケットとルーニー・リーの部隊を追い出した。南軍は4500名以上の兵士が降伏した。リーは、アメリカ連合国政府に対し、翌朝ピーターズバーグ、 リッチモンド領主を放棄することを勧告した。この時点でのリーの作戦は、二つの都市にいる軍隊をアポマトックス川を越えて移動させてアメリアコートハウスで落ち合い、そこでリッチモンドから持ち出した物資をリッチモンドドンビル鉄道で補給されるというものだった。そこからは連合国政府の逃亡目標であるダンビルに向かい、続いて南に進んでジョンストンと落ち合うというものだった。 ピーターズバーグ周辺の残壕では、ジョージ・ミード少将のポトマック軍が、かろうじて生き延びている、残りの南軍前線に4個軍団による攻撃をかけた。南軍の軍団指揮官 AP ヒルが、この戦闘で戦死した。北軍がついに、サウスサイド鉄道を確保し、南軍の供給線を遮断した。 この日にジェームズ・ロング・ストリートの軍団がジェームズ川を渡りピーターズバーグを補強した。リッチモンド氏はその夜に明け渡され、連合国政府は逃亡した。リッチモンド氏の防衛に当たっていたリチャード・イーウェル。中将は軍事的な価値のあるものすべてを破壊するよう命令された。市民は暴動を起こし、大火が街を包んだ。小規模の騎兵戦が起こった。 リー軍は4月4日にアメリアコートハウスに到着し、期待していた物資が届いていないことが分かった。物資はリッチモンドを脱出する列車には乗せられず、市長隊の馬車は北軍機兵隊に捕獲されていた。リーは3万名の兵士を養う必要があり、その日はその地域に泊まり、食料の挑発隊を派遣したが、その大半はほとんど何も得られずに戻ってきた。このことで、 北軍機兵隊にリーの撤退路を塞ぐ時間を与えたのでリー軍の戦術的な誤りになった事情は理解できるのではある。これも小規模機兵戦。4月5日にはまたダンビルへの道が動きの早い北軍機兵隊に塞がれているのをリーが見出した時でもある。残る選択肢は食料もなく西のリンチバーグまでの長い道のりを行軍することだった。しかし、 南軍の兵炭送管は25マイル西のファームビルに8万食を送ることをリーに約束した。南軍の4分の1近く約8000名、ニコ軍団の中心がシェリダン、ハンフリーズ及びチャールズ・グリフィン少将、ファイブ・フォークスの戦い後にシェリダンに解任された、ウォーレンの公認軍隊に遮られ降伏した。南軍の市長隊の多くも捕獲された。 ロングストリートの軍団がピーターズバーグから到着した時に起こった小競り合い。その軍団はアポマトックス川をハイブリッジで越えた。ハンフリーズの北軍第二軍団が南軍後衛を攻撃したが手詰まりとなった。リー軍の残っている物体の大半がアポマトックス川を渡った後でロングストリートの後衛がその橋を焼いた。北軍第二軍団は 足のうち二つの火を消すことに成功し、川を越えて、ファームビルで南軍に追いついた。フィッツヒューリー少将の騎兵隊は、夜が訪れるまで北軍不評隊を足止めさせることができたが、リー軍は長い間待ち望んでいた、ファームビルでの糧を口にする機会も奪われて、北軍の圧力を感じながらさらに西への、後軍続行を強いられた。次の目標は25マイル西のアポマトックス。 コートハウスであり、そこで食料を積んだ列車が待っていた。4月7日の夜、リーはグラントから、北バージニア軍が降伏すべきと提案する手紙を受け取った。リーは結論を保留し、捕まえられる前に、アポマトックス駅に到着する最後の望みにすがっていた。リーはグラントが提案する降伏条件について、問い合わせる曖昧な手紙を返した。ジョージ・カスターの騎兵が、 物資列車と25門の大砲を捕獲し、実質的にリー軍の退路を塞いだ。グラントは、エイブラハム・リンカーン大統領に促されるままに、寛大な降伏条件を提案する手紙をリーに送り、それを議論するための会合を提案した。リー軍の最後の抵抗として、ジョン・ B ・ゴードンの消耗し尽くした軍団が、北軍の戦線を破りリンチバーグでの物資に、たどり着こうとした。 ゴードン軍は、短時間、シェリーランの騎兵隊を押し返したが、北軍第五軍団の全軍と対峙することになった。三方を囲まれていることになり、リーはその軍隊ごと降伏した。アポマトックス方面作戦は、クラントトシェリー団による優れた必要な追撃とミサオ軍の例だった。その技量は、ゲティスバーグの戦いでのジョージ・ミードや、アンティータムの戦いでのジョージ・マクレランといった、 以前の将軍たちには不足していたものだった。リーは与えられた環境で最善を尽くしたが、その物資、兵士及び運が最後に力尽きた。リー軍の降伏は南軍野戦部隊の一つが失われたことに過ぎなかったが、南部が立ち直ることのできない心理的打撃だった。残った軍隊も1865年6月までに抵抗を止めた。 軍事歴史家たちはこの時代の方面作戦間の正確な境目について意見の一致を見ていない。本校はアメリカ合衆国国立公園局による分類を使った。他にウエストポイントで管理される分類がある。そのアメリカの戦争アトラスではファイブフォークスの戦いを含む3月29日から31日の期間は第2次ピーターズバグ包囲戦。 1864年10月の開始の最後に位置づけられている。バージニア州における残りの戦争は、アポマトックスコートハウスへの追撃、D の敗北、1865年4月3日から9日に分類されいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。